は。こんにちは。今からセミナーを始めていきたいと思います。今日はエレベートチャーチから佐々木先生がお越しくださっています。今日佐々木先生に恋してここに来ていただいた経緯を少しお話しさせていただきたいと思います。私には今高校2年生と中学3年生の上が娘で息子、下が息子がいてるんですけども、まあ上の娘が高学年、小学校高学年ぐらいになり始めた時に、やっぱ聖書の価値観でやっぱり性のことや男女交際のことを伝えていきたいと思い始めて、娘と一緒に学ぶという形で一緒に本を用いて学んでいきました。でも私自身がちょっとクリスチャンとして育ってきたわけではないので、クリスチャンファミリーで育ってきた人たちとかに聞いて回って、いろいろ聞いて回ったりとか、あと動画でいろいろどういう風ななんかあるかなとか思って探している時に、ちょうど佐々木先生のセミナーの YouTube に出会いまして、でそれをこうじっくり聞いてみたらですね、どうもうすっごくこう分かりやすくて、なんだろうな、こうハートにすごく入ってくるというか、でもう本当にイエス様のようになんかこう例え話をして、あそうかっていうのをすごくこう思わされて、娘と一緒にすごいねっていう話をしながらしてたんですけども、この佐々木先生もそのセミナーの中で言っておっしゃってらっしゃったんですけど、そしてクリスチャンファミリーで育ってきた人たちに聞いて回った時もそうだったんですけど、あまりそういうことをこう教えられて育ってきてないっていうのもすごく耳にしたのもありまして、それでもう私だけじゃなくて皆さんにこういう学びの機会があればいいなと思ってお声かけをさせていただきました。なのでちょっとメールで送らせていただいたんですけども、心よくお引き受けくださって、ね、5月に来ていただく予定だったんですけど、ちょっとコロナの件もありましたので臨機応変に対応してくださって、いよいよセミナー開いていただくことになりました。ぜひ先生よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ご無沙汰の方もおられ、初めましての方もおられますけれども、佐々木拓也と言います。堺市でですね、開拓を始めてですね、地道に、やっております。その中でですね、秋田先生は聖書学校の先輩なんですけども、すごくね、僕自身もちょっと緊張しながらですね、見られてるなと思いながら緊張してますけども、精一杯やりたいと思いますのでよろしくお願いします。ひょんなことでですね、自分もですね、自分も動画がそんなにこうアップされてるとかそんなに知らなかった中でですね、動画見ましたので、どこの動画見たのかなと思いながらですね、だったんですけど、そういうこういう機会もある中でこういうふうにこう J カフェとですね、関われること本当に感謝してます。今日はですね、大人向けに、この時間は大人向けにということで、結婚また子育ての先輩方がおられますけど、ぜひですね、今日僕自身も学びたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ早速ですけども、初めに、分かち合って、その後にちょっと質疑応答の時を持つことができたらいいなと、思っていますのでよろしくお願いします。いい感じで聖書を開けたいと思うんですけども、必ず開ける聖書場所なんですけども、 若者たちに対しても開ける見事なんですけども、ヘブル人への手紙っていうところから今日はスタートしたいと思いますね。ヘブル人への手紙の13章を開けてもらっていいですか。ヘブル人への手紙の13章4節を皆さん、見てもらっていいですか。
僕は新改訳聖書第3版使ってるんですけども、まあ、それぞれの聖書で構わないかなと思いますけども、ちょっと代表して読みますね。結婚が全ての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚しちゃいけません。なぜなら神は不貧困なものと寛淫を行うものと裁かれるからです。アメン。この箇所からスタートしていきたいと思いますけども、まあ、結婚っていうことについても見ていきたいと思うんですけども、今日は、僕自身で特に結婚っていうことと、付き合うっていうこと、その付き合いはプロセスかもしれませんけども、ちょっとそのあたりを見ながら性について関連することで、そこには命がついてきて、家庭が生まれてくるっていうことを一緒に見ていきたいと思うんですけども、僕結婚して11年なんですけども、つくづく思うのはですね、結婚生活って奇跡に近いなと。男は女性、女を理解しにくいし、女も男を理解しにくいかなと。でももはや、違う生き物かのように感じる時でさえもそういうこともある中ですね、男と女にはもう全く違うっていうことは、私たちはですね、まず理解しなければもうやってられないんですよね。すごく深くうなずいている人何名かいますけども、とにかくですね、ちょっとしたことで夫婦ってぶつかったりするんですけども、結婚ってやっぱり神様が与えてくださったっていうことは前提なんです。で、神様が結婚を作られたっていうところに立たないと、これね、人類がこの知恵の結晶として子孫繁栄のために考え抜かれた策略ではなくてですね、神様が一番初めに結婚っていうのを与えてます。それは一番初めの人アダムに見る必要があるんですけども、アダムに対して妻を与えたのであって、別にガールフレンドを与えたわけじゃないんですよ。友を与えたんじゃなくて、妻を与えたっていうのは根源です。だから、一番大事なのは、まず結婚を理解していくっていうことなんですね。で、これはすごく大事なことかなと思います。その結婚生活の中で、今日皆さんいろんな夫婦がおられると思うので、聞き合うこともいいかな、どうなんですかってね。新婚の方もいるかもしれない。新婚ではどうなんですか、30年、ね、結婚生活、本当はどうなんですか、聞けたら一番いいなと思うんですけど、僕と妻もですね、とにかく対照的なんです。で、ある本読んでて、本当に男女って違うなと思ったのがですね、会話一つにしても、その本は豪華ですね、会話は女性にとったら心のやり取りだと、けど男性にとったら情報のやり取りだ、だから男性は無口になる。男性って、1日1万語話す、女性は3万語話すって言われてますけども、平均してですよ。だから、喋る仕事の方いますよね。お笑い芸人であったり、ボクシャもそうかもしれない、ボクシャもそう。ビジネスマン、外で話しなければならない人たちは、男性は、その仕事で単語を使い尽くして家帰ってきたらもう単語がないって言われる。もう喋る単語がない、もうなくなっちゃったけど、女性はもう積もり積もったものがあるので、やはりこの関係を持ち、このね、関係を立て上げたくて話するんですけども、女性はね、全て聞きたいと思うんですけど、男性は全て話す必要はないと思う。それは男性だと。で、僕はね、映画が好きなんですよね。で、映画が好きなんですけど、人と映画見るのが好きじゃないんですよ。でも一人で見てるのが一番好きなんですけど、特に妻とかっていう、女性かどうか分かんないんですけども、途中でね、話しかけられるで、とにかく、見るんですけど、ってことは犯人あの人なんとか、まだそれ分かってないからって、まだ進んでいったら、今のどういうことなんって説明を求められる。
で、僕が説明するのにもし5分かかったならば、僕は映画のある5分を見てないことになる。ってことは分からなくなるので、喋りかけないでほしい。で、よくちょっと静かにしてもらえますか。で、よく言うんですけども、男性はね、目的はね、映画を見ることなんですよ。で、女性は関係を深めるために映画もあると。不思議ですよね。何考えてんだろうかと思いますけど。まあ男性、考えについて、男性はまとまったら話すんです、はい、けど女性はまとまらないから話すんです。だから、まあ女性の話聞くと、まあ牧師として、まあ、ちょっとカウンセリング的なね、この現場にいた時に、この人の執着地どこなんだろうじゃ目的地が見えなさすぎてどこに飛び降りる気なんだ。だから早く結論が欲しいけど、女性って別に結論が欲しいんじゃなくて聞いて欲しいだけなんだってよく言われます。とにかく奇跡的なんですよね、一緒に過ごすっていうのは。で、まあこういう経験あるんじゃないかなと思うんですけども、それは例えば冷蔵庫から奥さんにね、バター取ってって言われたとしますよね。まあそういうことあると思うんですよ。ちょっとあれ取ってっつって。で、探しても、ないわ。絶対買った。絶対あるだ。バター早く取ってよ。いやいや、ないよ。どこ探しても絶対あるって言うんですよ。いや、絶対ないと。で、妻が満を持して冷蔵庫の前に立ち、冷蔵庫を開けると手品師かのようにバターを見つけてくるっていう光景は経験があると思うんですよね。で、これは今日男性の方のために弁明したいと思います。男性にとって冷蔵庫の中にバターはないんです。もう初めに言ったけど本当にないんですよ。女性はあるんですよ。これも仕方がない。で、これは脳科学的に立証されてるっていうのは、女性はバターというものを探すことができるけど、男性はバターという文字を探してるんです。だからバターという文字が向こう側に向いてた時点でもうないんです。だからそれで喧嘩しないでください。ないんだっていう、そうなんだっていいじゃない。別に怒らなくても。だって本来あなたが取りに行こうとしてたやつを、まあよかったら取ろうとしたんやけども見つからなかった、ごめんねっていう気持ちでないよって言ってるつもりなんですけど、まあその意思疎通が合わないっていうね。まあだから共存するだけでもすごく大きい、まあ、奇跡なんじゃないかなと思います。で、結婚についてまあ、お分かちする中で、悪魔が壊したいものはがあるんですよ。で、それは家庭なんですよ。で、家庭を壊すことができたら人生そのものが壊れていくようにね、そのように導けることができる。もちろん修復することもできるけども、悪魔はいつも家族を壊したい。けど家族を壊すためにはどうしたらいいかというと、一番夫婦なんです。夫婦が、後で話したいと思いますけど、夫婫が健全であるっていうところに私たちも立たないといけないんですけども、せっかくホワイトボードを用意していただいていたんで、全然気にしないでください。別になんてこと書かないですから、まあ付き合いがありますよね。むちゃくちゃ細い見えますか。これこれ一回ね、これ書いてて次行きたいなってテスト消えなくて、ある教会で油性マジック出されてる。大丈夫ですよね。付き合いで結婚がありますよね。で、生っていうものがあって、命があって、家庭がある。
で、これらは連動して考えなければならないんですよね。けど中心はどこかというとやっぱ結婚なんで、聖書が教えているのはこの結婚が真ん中に来るようにっていうことです。で、じゃあ何をもって、まあ、ここで夫婦になるんですけども、何をもって夫婦になるかってことが一番大事じゃない。で、男と女は父母を離れて主の中にあって一体となるんですけども、何をもって夫婦になるかなんですよ。じゃあ結婚式が大事なのか、結婚披露宴が大事なのか、婚姻届が大事なのか、聖書は何て言ってるだろうか。じゃあ何をもって主はこの男女を一つとして認めようというかというと、一番重要なのは誓約です。で、結婚式で一番大事なのは誓約です。たとえ賛美がなくても、たとえ誓い のウェディングキスがなかったとしても何の問題もありません。誓約です。で、なぜかというと神様は誓約の神なので、誓約を持って、夫婦と認めよう。だから結婚式に参加されているか、されたことある方は分かると思うんですけども、結婚式って誓約するときに男と女が誓約するわけじゃないんですよ。例えば指輪交換っていうのは男女が向き合いますよね。けど誓約するときには向き合わないんです。で、その理由は誰と誰が誓約するかが一番大事で、男女で男と女が誓約するんだったらもう家で勝手にやってください。けど神と人との前で二人が主との契約の中に入るので、二人は正面向くんですね。で、それが誓いです。で、この誓約っていう言葉にはすごく大きな意味があって、それは夫婦が前に立つときに、もし私がこの契約を破るときには命をあなたに差し出しますっていう、もともとはそういう意味があったそうです。だから私は神様の中にあってこれを誓いますっていうね。だからそれが誓約なんです。で、この誓約で夫婦となる。で、この夫婦だけに与えられた関係が性の関係性ですね。で、これ以外は罪だ。で、これはもうはっきりしないといけないですね。まあ、あとでこのヘブル人への手紙13章から 見たいと思いますけども、性はこの、まあ、セックスですね、は結婚した男女にだけ与えられた神様からの賜物です。プレゼントですね。それは大いに喜び楽しみなさい。箴言の中にも書いてます。若い時の妻を喜び楽しみなさい。で、これは大事なんです。じゃあそれ以外は罪だと、私は一切認めませんとっていうのが聖なわけ。つまり夫婦の強い結びつきのために主が与えた一つのことは性の関係です。で、それを通して命への責任で、家庭という責任が与えられる。次の世代にその信仰が継承されていくように、そのような責任が与えられているっていうことなんです。だからどうしても結婚が真ん中に来る必要がありますね。ですから、この夫婦と認められた2人は初めて一体となる。で、この一体となるっていうのは、一つになる。主の目から見て2人だけども1人だと、はっきりそのように書かれてますね。まあ、これも後でちょっと見ていきたいと思いますけども、特に子供たちに対して、また若い人たちに対しては、基本は親が子に教えなければならない。これは聖書的ですね。もちろんそれができない家庭もあるでしょう。であるならば教会が、責任を持っていく、代わりにしていくということは大事かもしれませんけども、親が子供に教えるっていうのが基本です。他の人に教えられるんじゃなくて、親が子供に教えなさい、あなた方これを教え込みなさいっていうことが、特にモーセ五書と呼ばれる一番初めの創世記から創出レビ民新明記、この5つの中 の言葉の中にそのことが書かれています。ですからそのことを教えていかなければなりません。まあ、僕はですね、子供4人いるんですけども、一番上が5年生、一番下が、年中なんですけども、まあ、年齢に応じて、まあ、話するというか、その年相応というか、
まあ、特に僕はホームスクーリングやってるので、まあ、家で自宅で勉強してるので、まあ、どの程度教えたらいいかって、まあ、悩みながら、まあ、趣味に聞きながら、まあ、あとはその教科書に出てくることに従って、まあ、その時には必ず教えなければならないなとか、まあ、質問される時、子供に質問される時に嘘をつかないってことが一番大事かなと思ってるんですよ。で質問するってことはその子は質問した人の答えを受け入れる用意ができてると思う。だから質問した時は時なんだ、子供がね。だからそれをいやもうコウノトリがとかね、まあ、世の中一般的なこの回避するような答えると、あ、親って嘘つくんだっていうことになってくる。だから正直に話するけど、言い方またどこまで話したらいいかっていうことはよく考えなければならないんじゃないかなと思います。特に若い子たちに対してはルールを説明するって絶対大事だと思う。スポーツするときにもルールがあるので楽しいです。でルールがあるので健全です。だからこの性の領域に対してもルールがあるんだと。作られた神様ご自身の御手の中にはルールがある。これに乗っ取ると一番幸いであるとということは教える必要がある。けど子供たちっていうのは最後選ぶのは本人なんですよ。だから僕たちが大人たちができる領域はそれ以上はできないってことがあります。最後は決断しなければならない。でそれはね、信仰が必要なんですよね。戦いが大きいから。だから信仰をまず教えることが僕は大事かなと思います。神様を信頼していくっていうこと。その上で聖書に書いてあることはこうです、真理を伝えていくということが大事なんじゃないかなと思います。ちょうどヘブル人の手紙13章を見ると、結婚が全ての人に尊ばれるようにしなさいって言うんですね。じゃあ全ての人って誰かっていうと全人類ですね。もうそのまま取っていいと思います。全ての人がそう祝福しますって言えるような歩みってのはすごく大事だなと思います。その辺に関して付き合いに出てくるんですよね。まあもちろん壁にぶち当たって失敗してとかってたくさんあると思うんですけども、まあこれはちょっと後でお話ししたいと思いますね。まず見ましょう。寝床を汚しちゃいけません。つまり神様の意図していない性については避けなさいですね。じゃあそれは何かというと、不貧困と簡易という言葉が同じ説に出てくるのはここだけです。もう一緒に出てくるので、不貧困簡易ってもう使わないですよね、まあ、なんかギャルとかでも自分不貧困やなとか言わないでしょ。若い人がまあ簡易やでとか、なんかことは難しいんですけど、僕も学生の頃不貧困って何、まあ品がない行いとかこと、簡易ってもう特にわからない。だからこれは説明する必要がありますね。これ2つ見たいと思うんですけども、まず簡易見たいと思います。簡易っていう言葉はギリシャ語、新約聖書はもともとギリシャ語で書かれてます。だから言語で原文で見ることは時には大事ですね。だどういう意味をしているのか、ギリシャ語でモイコスって言います。でこのモイコスっていうのは既婚者との間違った性的関係を指す言葉なんです。では2つのことを考えます。既婚者と既婚者が性的関係に入ること、これは罪だって。でもう一つは独身者と既婚者が性的関係に入るのはこれも罪だって。これを簡易って言う。簡易、これは寝床を汚すことになりますよ。つまり性を、自分の性を清く保ちなさいということですよね。だから、まあ、どちらも簡易ってことですね。だから夫婦以外、結婚した者がパートナー以外と関係を結ぶことはどんな言い訳があったとしても罪ですと、っていうことです。もう一つ、神は不貧困な者を裁かれます。不貧困っていうのはギリシャ語でポルノスって言います。でここから例えばポルノ雑誌とかポルノ女優とかっていう言葉が出てくるんですね。でこのポルノスっていうのは正しくない全ての性的関係、
を指します。全般を指します。だから独身者同士でも神の定めではないっていうところを見ると罪ですってなっちゃう。だから神様は罪だっていうことをはっきり言ってるんだね。でこの不貧困という言葉は、まあ、もちろんクリスチャンの中でも賛否があるんですけども、この不貧困でポルノスという言葉は同性愛を指します。でその LGBT 問題とかも、今日はねそのことについては話しませんけども、それも含まれていると言われてますね。神様ご自身にとって黒か白なんだっていうことをいつも覚えないといけないけど、グレーゾーンがないと。でまあその中で不貧困と姦淫を行う者と裁かれますって書いてますね。でまあこのね、基本的には正しくない肉体関係をこのポルノスっていうことは指すんですけども、マタイ5章の32節に不貞っていう言葉が出てくるんですね。不貞で、これはポルノスって訳されて、ポルノスっていう言葉が不貞っていう言葉に訳されてるんですけども、この不貞は不貧困って意味合いよりも姦淫を意味する言葉の方が強いんですよ。でこれを裁かれますって書いてあるんですけども、まあ聖書の中にこのね、不貧困で厳しい聖書箇所があるんですよね。でそれはもう救いようがない状態って意味合いの言葉が使われているっていうことがあるんです。で神様ご自身がなぜそこまでして性の領域について罪だって厳しく言うかというと、それは神様ご自身の霊的な領域に根源があるんですよね。で偶像礼拝ってありますよね。偶像礼拝、神様以外のものを崇拝すること、偶像礼拝って言いますよね。もっと言うと、第一優先が神ではないことを全部偶像礼拝って言うんですよ。だから時には妻を偶像礼拝してたり、時にはなんか自分の趣味を偶像礼拝してしまうと。で人間ってそういう性質があるんですけども、偶像礼拝って別の言い方ね、旧約聖書にそのことが書いてあるんですけども、それは霊的姦淫っていう言葉になっている。霊的姦淫、つまり神様ご自身との関係を無視して、そして私たちは違うもののところに行く。私たちは、エレミア書見てもそうですよね。私たちは清い花嫁として、私たちは召されたんだけど、本当のアナンコイエス様以外のものに対して交わりがある。とにかくですね、それ偶像礼拝、崇拝する、礼拝する、これが、ね、霊的姦淫、偶像礼拝だ。それとも密接な関わりがあるんですよね。今日礼拝の中でちょっとお話したいことは、霊的なこととまた体、実際私の体っていうのはすごくリンクしていることが多いっていうことをすごくお分かちしたいなと思ってます。パウロはそのことをよく言うんですよね。だからこの私たちはこの霊的なところ、そして、肉体的なことっていうのはすごくリンク、つまり内側にあるものが表に出てくる。人の心っていうのは顔に出てきますよね。内側にあるものが全部出てくるんです。行いにも出てくるんです。だから私、イエス様が言いました。あなた方は外身だけを清めるのではなくて、まずあなた方は内側を清めなさい。これは神様が望んでいることなんですよ。で、そういうところから、ちょっと、お分かりする時間もあればいいなと思うんですけども、じゃあ、今日は大人なので、じゃあ私たちは親はどうしたらいいのか、っていうことを一緒に言いたいと思いますね。3つのポイントで少しお話ししたいと思いますけども、第1番目ね、大人としてどうしたらいいのか、子供たちにどうやって教えたらいいのか、親がどうあるべきかっていうことを3つのポイントでお話したいと思います。これがメインになってくるかなと思いますけども、第1番目、それは家族が健全であるということです。家族が健全である、家庭が健全である。最近ですね、僕庭がね、うちに庭があるんですけども、とにかくね、根っこを掘り起こす作業がこの1週間ものすごく大変で、
古い根っこを引き抜かないといけないんですけど、思いのほか深い根っこを力ずくで掘っていかなければならないんですよね。でそこには 何があるかというと、うちは柿の木植えてるんですよね。で柿の木があって、最近ザクロとデコポを植え始めたんです。でまあ庭をきれいにしなければならないんですけども、この夏ですね、もう雑草だらけ、もうとにかくちょっとね、あの手を休めればもうひどいことになるんですね。で庭って綺麗な庭を見たらいいなと思うんですけども、その裏の努力って相当すごいんですよ。で例えば吉野の桜ってありますよね。あの春になるとね、あの満開の綺麗な桜を見れると思ってみんな見に行くんですけども、裏の努力半端ないんですよ。っていうのは、その木、桜の木の専門のドクターがついてるんですよ。で、だから、いつも見るから、手入れするから綺麗ですよね。で、アダムが一番初めエデンの園に置かれた時に、命令を受けますよね。で、その命令って何かというと、あんなに自由なところで、急に言われる。耕しなさい。いや、もし、エデンでね、エデンの園でね、何を食べてもいいよ、自由よ、じゃあ耕さなくてもいい土にしといてよって、いや思うと思うんですよ。なんか聖書って結構ツッコミどころすごくて、死者を復活した後にイエス様言うんですよ、食事しなさいって言うんですよ。いやそこまで回復できたんだったらね、満腹状態までやったったらいいんちゃうかと。けど食事取りなさい、つまりどういうことかっていうと、神の領域と人の領域がで、これが2つが相交わって神様の麗しさって初めて出るんですよ。でローマ人の手紙8章を見ると、全てを益にしてくださるって書いてますよね。で新改訳聖書僕が使ってるんですけども、8章26節かな、全てのことを、ね、万事を益としてくださる、全て働かせて益としてくださる、あれ新改訳聖書第3版で見ると主語がないんですよ。けど原文で見ると主語は何かというと、聖霊様が主語になってる。でじゃあなんかいろんなことあった、苦い経験があった、全部益としてくださいます、ハレルヤっていうように取れるんですけども、よくよく読めば文章はこうなんです。聖霊様があなたと一緒に働いて初めて益となるって書いてある。だから共同作業なんですよね。で家庭って、ね、家の庭って書くんですよ。でってことは、手入れしなければ家族っていうのはもう雑草だらけの家庭になるんですよ。もう不必要なものが生えてくる。けど手入れするので綺麗な庭であるように、手入れするので素晴らしい家庭になるんですよね。努力が必要なんです。スコット・ペックっていう人がいるんですよね。でスコット・ペックっていう、まあ、ドクター、まあ、一応クリスチャンでドクターなんですけど、精神科医のドクターなんですけども、彼はこう言いました。安易には努力が必要ですって言うんです。恋には努力は必要ありませんと。恋はもうこれで十分と思わせ、愛は立て上げようとすると。だから愛には努力が必要ですよ。だ夫婦関係には努力が必要なんですよっていうことが言われるんですけども、この家庭ね、この家庭っていうのは第二の子宮と言われてるんです、医学的には。第二番目の子宮、まあ、女性が持ってる子宮ですよね。でこの子宮っていうのは、第一の子宮はまあ女性の子宮なんですけども、ここが人にとって最も居心地がいい場所だそうです。誰が言ったか、そう思ってたわけないでしょ。けどなぜかというと、まあ、とにかく貧困の国においても、げっそりしたお母さんから丸々太った子供って生まれるんですよ。ってことは、女性の食事をとった、何か栄養をとった栄養第一優先の子宮に流れて、で第二番目にお母さんに流れるんですよ、自分に流れるんですよね。だから妊婦の人にね、赤ちゃんのためにいっぱい食べなさいって言いますよね。違います、自分のために食べないといけないんですよ。子供には優先的に行く。つまりそれぐらい子宮っていうのは豊かな場所だ。けど家庭は実は第二の子宮と言われるべきなんだっていうことがはっきり言われてます。
けど手入れが必要なんですね。つまり子供っていうのは家庭の影響を受けて育つんですよ。先天的な性格もあるかもしれないですけど、後天的なことの方がほとんどです。で、家庭環境によって子供がどうあるかっていうことをね、もう明確です。特に、政府が出した統計なんですけども、10代の子が性的な不貧困に流れる理由はもうはっきり政府がこう出したんですね。10年ぐらい前に出したことなんですけども、それは孤食の子がほとんどだ。孤食でも一人でご飯食べる子、家にご飯が置いてるけど家族とご飯食べたことない子、ひどかったらお金だけ置いている子、こういう子たちは性に走る、性的快楽に走る傾向にありますっていうのは国の発表が出した。つまり家庭が健全じゃない時にそのことが起きるんですよね。だから僕はもうこの日本の体制ってね、結構大変だなと思うんですよね。転勤族も多い、単身赴任のお父さんもいっぱいいるじゃないですか。これって僕は大変というか、仕方ないね、日本のね、その制度で仕方ない面がある、あると思うんですけども、神の国においては大変だなと思いますね。僕は家族が一緒にいるべきだなと、できるだけ、うちの教会ではね、できるだけ引っ越しされるなら単身赴任じゃなくて家族と一緒に引っ越しすることを大抽選に、考えてみてください。もちろんいろんな問題があってできるできないとかあるんですけども、家庭が及ぼす子供に対する影響っていうのは計り知れないんですよ。だからね、自分の家庭で育つと自分の家庭のルールって普通だと思いますよね。けど結婚した途端に、なんや違う文化を持ってる人と一緒に過ごし始めるときに、嘘でしょこんなことすんのとか、結婚したら一番初めに驚いたら何気ないですよ、歯の磨き方歯のね、そう磨くん聞いたことないよって、いや妻は言うんですよ、いや歯医者さんもこう習ってるし家ではみんなこれしてると、いやうちは知らんでこう、要は今では僕もやりますけども、こう磨くと、これは歯医者さんになるとこなんですよ、うちはこう磨けと、こんなことしてんの自分だけやでってずっと言ってたんですけど、こっちが勉強不足だったってことは後で分かったんですけども、だから、家庭の影響ってね、そんな小さなことから、大きなこと、自分の常識、相手の非常識になってるとかね、だから家族の中のルールって何だろうかっていうことはすごく大事です、子供に対して。これ毎日生きることなので、僕はね、お勧めしたいのは、そんな、歯の磨き方ならどうでもいいんでしょうね。実際は、僕が大事だなと思うのは聖書に戻っていくってことです。いつも聖書と照らし合わせて確認していく夫婦がどうやって神様は子育てしてほしいのかとかっていうのを聖書の土台にいつも立つこと、根拠はいつも聖書にあるっていうことはいつもお勧めしたいなと思ってます。その中で、この家族が健全であることについて、第一番目のポイントは家族が健全であること、その中にの3つのポイント話したんです。ややこしいですけど3つのことについてお話ししたいと思いますね。1つ目はもうちょっとぶっ込みたいと思いますね。フェミニズムは家庭を壊すということ、女性主義と言ってもいいかなと思うんですけども、世の中は男女平等って話するんですよ。いや男女平等にしたらおかしいですよ。僕はねこう思ってる、平等ではないけど公平ではない、神様は公平なお方である。例えば、平等と公平ってどう違うのかっていう、考えたときに、例えば塀が2メーターの塀がありますと、で向こう側を見たいというときに、180センチの背丈の人と150センチの背丈の人がいたとします。平等っていうのはどちらにも30センチの台を与えることなんです。それ平等ですよね。どっちにも平等を与える。ってことは150センチの背丈の人は向こうは見えないです。けどそれは平等って言う。で、公平とは何かというと、180センチの人には30センチ、150センチの人には60センチ与えて、同じように見せてあげることは公平って言うんですよ。
神様は公平なお方です。じゃ平等ではない。たまものを見てもそうですよね。平等じゃないので面白いんですよ。まさかこんなたまものがあったとはね。とかね、兄弟でも全然違うのでいいな。じゃ日本は特に平等性を重んじて、とにかく一緒に平均的な人間を作り出そうっていう傾向は強いかなと思います。けど神様は個性を与え、神様はその人たちに良いものを与えてるっていうことを覚えたいと思いますね。つまりそれは聖書的ではないって言い方をしたいと思います。神様は女性を助け手としてアダムに与えたって書きますよね。で、助け手っていうのは第2番目っていう意味ではありません。一体となってどうしても必要なアダムと共に働くものっていう意味がありますよね。まあ、この言葉は聖霊様っていう言葉とまあリンクしていくんですけども、だからどっちがどうなのかっていうことではありません。ただ大事なことは何かというと、男性と女性では能力も違うし役割が違うんだってことです。それでいいんだってことです。役割が違うってことです。でっていうのは罪が介入してきたことをね、創世記3章思い浮かべてください。創世記3章でなんで罪が入ったのか、新約聖書パウロよくそこまで言えたなっていうのは、男じゃない女が罪を犯したってはっきり言う。でそれはなぜかというと、あの時にアダムとエヴァが一緒にいてサタンとの交渉に入る。じゃあ交渉役やったら誰ですか？エヴァですよ。本当はアダムがするべきだったんです。けど罪が介入した時に主は誰を責めましたか？アダムなんですよ。エヴァじゃないんですよ。アダムよどこにいるのか。その時にアダムは責任転嫁するんですよ。よ、まあ考えられた言葉ですよね。嫁に責任転がすって書くんですから。その通りですよ。責任はじゃあ誰にあったのか？アダムにあったんですよ。アダムが治めれなかったんですよ。その時に罪が介入していたんです。ということは、優先順位を間違える時に罪が介入してくるってことは分かる。だから、アダムがあの時エヴァと交渉させても止めなければならなかったんです。けどできなかった。治めれなかった。で、その時に罪が介入してきたってことを覚えてください。その時に、これはね、性格の問題じゃないんですよ。まあ、後でちょっと話しましょうか。夫婦。まあ、第2番目のポイントは、ね、夫婦関係が健全であることですよ。で、その前にちょっと言わないといけない。まだ言い切る番犬が、子供に正しいアイデンティティを与えるのは、父なんです。なぜかというと、父なる神がアイデンティティを与えれるからです。で、父の中に義が存在してるんですね、いつも。父の中に、まあ、母の中には感情の豊かさであったり女性的なところ、本当にその内側の内面の麗しさがあると言ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、つまりどういうことかというと、子供にとって最も重要なことは父との関係ですよ。何かね、子供が問題があると、例えば別に家族で来てるんだけど、もうポンと中高生がポンと来ました、まあとにかく問題があると思うときには、ほとんどの場合父との関係ですよ。お父さんとの関係で見直すべきは父との関係なんですよね。まあほとんどはこれ、そこが解決できたら解決するって言われてるんですよ。で、だからつまり悪魔の策略は父を奪うことなんですよね。だから僕はね、単身赴任はどうかなと思ってるんですよね。努力しないといけないですね。単身赴任だったら努力して絶対仕上げてくださいねとは言うんですけども、なぜかというと、いてても父性を失った父であってはならないです。で、聖書の中で本当の男らしさって書いてるんですよね。本当の男らしさってね、何か聖書の公開だ。男であんなら祈りなさい、手を挙げて祈りなさい。つまり父が神様との関係が良好であるなら家族って祝福されていくんですよ。だから、ね、これは大事なことです。お父さんが大事なの。お父さんに権威が与えられてる、夫に権威が与えられてるんですね。で、神様は制約の神なので、権威を通して祝福されている。教会の権威で言ったら主任牧師先生を通して教会は祝福されていくんです。だから、ね、権威っていうのはないがしろじゃない。
もし権威が出る、そんなん嫌だったら守ることができないんだよ。だから権威の中にいなさいというのは守られるためなんですよね。もちろん不自由を感じさせるためではありません。祝福のためですよ。だから、ね、家庭にその構図があるっていうのは大事なことですね。夫をね、敬いなさいってね、エペソで書いてますよね。難しいですか？後でお話しましょう。第3番目のポイント、家庭、家族が健全な第3番目のポイントは、ちょっと話は、突っ込んだんですけど、家庭の権威はいつも父にあるってことを覚えるってことです。父にある。性格的にナーナーしてるから私がやらないといけないわって思わないでください。あの夫のために祈ってくださいね。もう何にも決めないでしょ、わっちが全部やってるのってなるとフェミニズムになっちゃう。あの権威っていうのは能力じゃないんですよ、主の定めなんですよ。だからね、僕はね、牧師先生がいるときに、まあ、ある人はこういう人がいるんですよね。あの牧師、あの業界の牧師はなんか活発で使いやすい、うちの牧師はってね、ここはないと思うんですよ。けどね、僕はね、主任牧師に対して見てほしい姿なんですよ。それは能力です。主に対する心を見てほしい、どうあるかっていうこと。だからそれが一番小さい共同体として神様が与えたのは夫婦ですよね。夫が主に向くなら祝福になるんですよ。でそれを祈り、それを支えるっていうのが女性の働きなんじゃないかなと思います。ですから優先順位を間違えないようにしなければならないっていうことですね。で、あの奥さんも従順って難しいと思うんですよ。でエペソ人の手紙にね、夫より先に妻について書いてるんですよ、5章なんかで。あの従いなさい、もう腹から呼んで無理って言って6章に行く人多いんですよ。いや無理でしょうね。あの夫はね、愛しなさいって言うんですよ。で妻が言うの、なんやそんな簡単なこと、私たちは従順かよって、そっちの方が絶対難しいわ。あとはできたもんです。男性は女性を愛することは難しいんですよ。難しいって失礼になるかな。支配しやすいですよ。夫は愛することに支配しようとする。だから従順でいなさい、そして夫は愛しなさいってことが出てくるんですけども、まあこのね、この訓練ってね大事ですよね。まああの先週たまたまね、あのこの教会に来るっていうことで、まあ、撮影がありますって聞いてたんで、あ映像ってあるんやと思って YouTube で初めて検索したら J カフェ出てきたのよ。あ、こういう恋愛してんだって。あきら先生がね、メッセージでどんなメッセージするかなって言ったらね、励まされましたよ、やっぱ筋トレの話ちょっと今日がね、それを学びたくて今日来てるわけなんですけど、まあそうちゃんからもちょっと知りたいなと思うんですけど、まあ今僕もね、筋肉を大きくしたいんですよ。いいですね、はい、いいところ来たんですね。すごいでしょ。第一テモテに何て書いてますか？あ、いいですね。肉体の鍛錬は有益だと思います。で、その後にあまりにも大きいことがあるんですね。いくらかは有益ですけど、しがたいことはもう、まあ、その全ては有益。でその次にはこれはそのまま受けるに値する言葉ですってはっきり言います。だからね、鍛錬大事なんですよ。受け入れてください。あのね、トレーニングの話ね、どこでやっても惹かれるんですよ。けどこの教会は惹かれないってことは先週分かった。あ、よしと、よしいけるなと思いながら、あの、まあ、筋トレって実際ね、キャパ超えするような重さを持とうとして筋力って大きくなっていくんですね。これは無理だと思うので、思うけどやるんですよ。じゃあ筋力が大きくなっていく。従順ってね、訓練の領域です。無理だと思う領域
に行くので、今まで、例えばね、今までこの岩動かそうと思って動かへんかった大きい岩を押し続けたけども、3ヶ月前にこの岩を持ち上げられへんかったのに、実はもう持てるようになってるっていう経験してるんですよ。これが訓練なんですよ。皆さん、賜物の領域と訓練の領域は分けないといけないんですよ。で、訓練されて学ぶ、私たちは学んで初めて、新しいルーキングができる。皆さんね、こういう経験あります？愛ないなってものすごく痛感して、主よ、私はなんて愛のない人でしょうか、 愛を与えてくださいと正直な祈ったことある人どれぐらいいます？愛をください。これが一番危ない祈りなんですよ。これをやってしまうとね、もうその主はね、じゃあはい愛ですよってくれましたか？絶対くれない。違うもんくれない。もう愛するのに困難な人送ってくれる。学びなさいってことですよ。イエス様もね、あ、何かあるんですか？あのイエス様も苦難を通して従順学ばれたって書いてある。あのイエス様でさえ苦難を通して従順学ぶんですよ。じゃあ私たちもそれはそうですよ。復活の信仰を与えられましたけども、私たちは主と同じ苦難も与えられてますよ。それは当時私たち成長することができますね。だからまず家庭が健全であることを覚えてくださいね。第2番目、大きいポイントの第2番目は、夫婦関係が健全であるということ。夫婦関係が健全であること。夫婦を強く結ぶために与えられているのが性的関係です。これ大事なことです。でね、あの汚らしいものとして捉えている人がもしいるならば問題があるんです。何かあるんです。主は良いものとして与えられました。なんか汚らしいものとしてじゃなくて良いものとしてだ。例えばね、包丁においての使い方でしょ。人のために使えるために使う包丁っていうのは麗しいけど、残念ながら殺人事件をその同じ包丁で犯してしまう。だからといって包丁っていうのはもう全然ダメなものなんだと思って誰も捨てません。大事なのは使い方なんですよ。どうやって私たちが取り扱うかな。主から与えられたもので、大事なことは私たちは良い管理人として、あなた方はそれを受け取りなさいってことです。良い管理人として。で、まあ、ぜひですね、まあ、夫婦関係、この関係をぜひ大切にしてください。で、子供たちもいつか気づくんですね。自分の両親には性的な関係があるんだってことをいつか気づくはずです。知る時が来るんですよね。で、それが、まあ、なぜかというと、子供は親を見て育つから、夫婦を見て育つんですね。もう僕、うちの ちっちゃい子とかね、別に言い合いしてるわけじゃないけど、口調がちょっと強くなるとき、夫婦でね、やっぱ止めに入りますもんね。違う話題振ろうとしますもんね。やっぱりそれが嫌なんだと。で、子供にとって親の存在っていうのはものすごく偉大なんですよね。で、ドレッシャーっていう博士がいるんです。教育学者がいるんですけども、彼は本も出してますけども、このドレッシャーが、まあ、クリスチャンで教育学者なんですけども、言った言葉は素晴らしいですね。夫たちを、妻を愛しなさい、それが最も素晴らしい教育です。子供にできる、あなたができる最高の教育です。妻たちを、夫たちを、夫を愛しなさい、それがあなたが子供にできる最も素晴らしい教育です。現在ですね、まあ、一応統計上ですけども、離婚率は 20% 以上です。で、 20% 以上であり、夫婦のその機能不全っていうのはもっとです。離婚はしてないけども、夫婦としては機能はしてない。で、さらに言うならば、非聖書的であるっていうのはもっとなるんじゃないかなと思いますけども、聖書はエペソ人の手紙なんで今回出ます。結婚は奥義ですって書いてある。奥義です。で、これギリシャ語元々はミステリアってことです。そこからミステリーって言葉が出てくるんですけど、不思議なことだと。で、この奥義っていうのは主ご自身が持ってる最も大切なものの一つですね。で、エペソ人の手紙の5章を見ると、まあ、ちょっとここでやっぱり見ましょうか。エペソ人の手紙5章開けてもらっていいですか。エペソ人の手紙5章、
5章の22節に公開です。妻たちはあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。つまり主に従、私は主に従っているように夫に従いなさいって書いてあるんですね。難しいことですよ。で、25節、夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい。つまり自分を捧げるほどの愛を持って妻に接しなさいと。難しいですよね。愛がないの分かってるから、ものすごく難しいことなんですけど、これが主が願っておられることです。29節、誰でも、だから誰も自分の身を憎んだものはいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。これ養い育てますってことなんですよ。養うっていう言葉は、もともとの言葉は食物を与えるっていう意味です。養うっていう、食物を与えなさい。で、育てますっていうのはもともと温めるっていう意味がある。温めて食事を与える。まあ聖書が食事を与えなさいっていうのは何のことですか。マナを与えるということです。つまり御言葉を与えなさい、そのようにして養いなさいということです。夫たちを、妻、子供たちを御言葉によって育てなさい。これがエペソ人の手紙に書いてある事柄ですね。ですからもうイエス様との関係がないならばもう本当に大変です。一番大事なのは、夫が一番大事にしなければならない声っていうのは主の声なんですよ。神様の声、神様はどうであるんですか。妻の声ってよく聞こえるんですよ。けどそれよりも大事なのは主の声です。で、主の声も妻の声も聞けないのが一番やばいんですよ。もう主の声を優先していくっていうことはすごく大事なことですよね。ですからまずね、夫とはどういうものであるかとか、妻ってどういうものであるかっていうことをぜひ学んでくださったらなと思ってます。第3番目の大きいポイントね、親子関係が健全であると。親子は結婚するときにある先生に、なんか結婚のアドバイスありますかって聞いたことなんですね。で、その先生は13人子供いた、まあ、海外の人なんですけれども、すげえなと思いながら、まあその子供たちが、まあ、主に献身する姿を見て、なんかありますかって聞いたらこう言ったんですね。それは、あなたがもし子供の幼少期に裏切ると、彼らが成熟したとき、思春期になったときに彼らはあなたを裏切りますって言います。つまり一番初めに親が裏切ることをしているならば、子供たちは自我が芽生えてきたときに親を裏切るようになります。だからたくさん接してあげてくださいね、子供たちとの関係を持ってくださいね、あ、たくさん遊んであげてくださいねっていうアドバイスもらう。まあ今できているかどうかはちょっと横に置いておきたいと思いますけども、あの、いつでも味方であるっていうことを教えるってことが大事なことです。いつも味方であるっていうこと、僕が大事だなって痛感することは一緒に祈ることなんです。僕にとって子供と一番大事なのは一緒に祈る、まあ、寝る前にね、ベッドに横になりながら、あの、下二人とまだ一緒に寝てるんですけど、一緒に祈るんですよ。もう何祈ってもいい。で、一人ずつ祈っていくっていうね、神様に一緒に祈ろうやで祈るんですよね。いつも味方で。っていうのは、もし子供が失敗してしまったと、例えば罪を犯してしまったっていう時に心開いてもらうと、いや、間違ったことしてしまったんだっていう環境を作ってあげるってことは大事なの。もしこんな親にバレたら大変だと。で、罪は次の罪を呼んでくるんですよ。一つ隠すと、また隠さないといけないことができて、また罪を犯してしまう。で、だから間違った時に心開けるかっていうことが親子関係で、僕は最も大事なんじゃないかなと思います。で、親が子供にね、あの、願っていることはたくさんあると思うんですけど、子供が親に願っていることはあるんですよね。これは何人かの子供たちにちょっとインタビュー、まあ、個人的なインタビューした中で、子供が親にどうあることを願っているのかって聞いた時に明確です。子供は親に対して友として一緒にいてほしいとは思ってないんです。例えばね、親子で友達のような関係ってありますよねっていう人たちもいっぱいいると思うんですよね。まあ仲いいっていう一つの表現かもしれませんけども、子供にとったら友
友になってほしいと思ってる。親であってほしいと思ってる。だから、ね、親として生きないといけないんですよね。で、これは僕ね、新しい、まあ、一つ大きい発見だったの。仲良くなりたいがために何でも話し合える中で、ありたいがゆえにね、友っていいんかなとかってちょっと思ってた時に、子供にとっては僕たち、僕は、ね、親に対して親で言ってほしいんだと。間違ったことは本当は間違ってるって言ってほしいんだ。ですから、親が子供に教えるべきは、もうね、モーセ五書よく読めばもうね、若者に対して教えなければならないことっていうのは、もう三つだけです。もうこの三つだけ。第一番上が、親を敬うこと。子供が絶対知らないといけないことは、親を敬うこと。第二番目のことは、清さを愛すること。第三番目のことは、御言葉に聞くこと。もうこの三つ以外、若者に対してはほとんど言ってません。聖書一貫して、親を敬い、清さを愛し、御言葉に生きる。ただこれだけです。で、子供に対して教えなければならないのは、僕は権威だと思う。もし親を敬うことができないなら、主を敬うことができないからですよ。で、親の権威がないがしろにされるのは、聖書的ではありません。親は敬われなければ。で、ここでね、良い父に対しては、そうありなさいと書いてないんですね。敬いなさいと書いてない。能力じゃないんですよ。やってることじゃないんですよ。どんなことがあっても敬うってことは大事なことなんだと、聖書は教えてますね。まあ、もちろんそこにはね、努力と忍耐とたくさんのことがあるかもしれません。けども、大事なことはできているかっていうことももちろん大事ですけど、一番大事なのは、その方向に向かおうとしているかが大事なの。できてるかって言われたらね、ああ、はい、不合格とか言って、まあ、チェック入れられますよね。けど、それは目的であって、その方向向こうとは思ってますっていうことが僕は大事なんじゃないかな。その途上にある人たちがたくさんいるんじゃないかなと思います。これがもし健全であるなら、子供は健全に育つはずなんです。で、ある人がね、言ってくれたことで、ここに残っているのは、妻が夫に対する態度ってありますよね。それが子供は見てると。子供は見てる。妻が夫に対して見下すように話し始めるときに、子供たち見てると、あ、お父さんに対してはそれでいいんだと思って、お父さんを見下すようになると言われてるんです。だから、妻っていうのは、夫の権威の中にあるんですけど、子供たちにどういうふうに祝福を流すかって決めれるんですよ。その責任がある。共に夫婦共に責任は持ってるんですけども、それはね、すごい大事なことですね。で、まあ、フィンランドだったかな、あるクリスチャンのコラムが出てまして、まあ、15年ぐらい前なんですけども、すごく励まされたことがあったんですけど、それクリスチャンコラムで、遊女って聖書に出てくると。で、彼女たちのアイデンティティは遊女だけど、遊女はなぜ遊女になったのかっていうコラムを読んだんですね。で、僕は初めから彼女たちは遊女だったわけではないと。どこかの時点で遊女になったっていう経緯があるっていう、その人のね、まあ、コラムだったんですけども、まあ、この、まあ、この人は、まあ、こう結論付けてるんですよね。この女性は、小さな頃からお母さん、お父さんに受け入れられなかったんじゃないかと思うことが自然であると。例えば子供っていうのは受け入れられているっていうことにおいて心ってオープンになっていくの。例えば、まあ、それが喜びに感じていくの。自分の生きる喜びがある。例えばね、砂場に一緒に行った時、女の子だと砂でケーキ作りますよね。で、ケーキを、はい、お母さんって言ってケーキを持ってくる。けどお母さんで食べたふりする。けど子供はね、いや、なんで食べへんのとは言わないです。いや、食べてよと、これケーキやのにって、そんな論争はない。もうね、そこで受け入れられたっていう喜びがあるんですよ。私が差し出すものを受け入れられた。で、もしそれがなかったとしましょう、あのコラムの中で。じゃあ彼女は何が受け入れられるのかっていうことを探す。だから子供たちっていうのは
良い子になろうとする。例えば DV とか受けてるとか、まあそういう家庭でもうね、良い子になろうとする。だからもう変に大人っぽい 子供っていっぱいいるんですよね。だって受け入れられないから。けどなん、いやそこから家から出たらいいのに。けど人間が一番初めに受けるべき愛っていうのは親からの愛なんですよ。でこれがないってことは、いつかどこかで親の愛を先満たそうと他の人に行くんですよ。でこの親の愛を誰か代わりに与えてくれる人いないかなって、でそれで探し始める。でこの女性、女の子はいろんなことを探したけども受け入れることができなかった。ある時彼女は男性と出会い、男性に自分の体を差し出してみた。でこの男性は私の体を受け入れてくれた、初めて受け入れられるっていう経験をした。そこから私の体はこういう風に差し出せば受け入れてくれるんだっていうことを知ったっていうのがコラムだったんだよね。だから原因がないのに友情になるってことはないっていうんですよ。つまり愛されたいという気持ちがある。けど受け入れてくれないという現実の中で、じゃあどのようにしたら自分は受け入れられるかって努力する。これどんなコミュニティでも一緒だと。教会の中でも自分がどうやって受け入れられるかって模索する。若い子たちは模索する。それが罪だと知らずに言ってしまう。それが間違ったと知らなくてやる。その時に受け入れられたことの喜びがある。じゃあ根源はどこにあるかというと、親の愛を受け入れなかったと。ですから、親の愛受けずにして夫からの愛受けれないの。だから先に親の愛を満たそうとする。だから結婚相手に親の愛を求めている人たちもたくさんいます。受け入れてないから。けど夫は親じゃないので与えるはできないんです。やっぱギクシャクするんですよね。難しいんです。だからまず私たちは親の愛を受けていくっていうプロセスが必要。だから父との関係なんです。でだから神は、私たちは一番初めに救われた時に神様っていうことを受け入れるんですけど、信仰生活していくと分かる。父なんだって分かる。私の魂の父なんだ。だから私はこのまま受け入れてくれてるので、それをしっかり受け取っている人は信仰的に安定するんです。ああ私も受け入れられてる。しかし私たちはそのままではなくて成長していく必要はある。けどまずこのまま愛されてんだっていうことが分かるっていうことですね。ですからこれが友情がなぜ友情になったかっていうコラムだったんですよ。だからもう家庭が一番大事だってことなんだ。家族がどうあるべきかっていうことは僕は夫婦でよく話す必要があるんじゃないかなと思います。で僕はそれを話そうと、まあ基本的には努力するけどもできてない自分もいますよ。けどどうあるべきかってことはいつも何が優先順位なのかとか、何をもって子供たちに教え、子供にどうなってほしいのかっていつも共有しておくっていうことはすごく大事なことなんじゃないかなと思います。もちろん性のことを教えないといけない前にですよ、やっぱりどうあるかっていうこと、そのことはすごく大事なんじゃないかなと思います。で子供たちに、じゃあ最後もうちょっとで終わりますんで、あ消えた、付き合うことに対することについてお分かちしたいと思います。こういうセミナーすると お母さんから質問は、付き合いについてどう思いますかっていうね、まあ、これも賛否いろいろあるんで、一番は桃井明先生に言えばうちの業界はこう思ってるとっていうのが一番なんで、あくまでも僕個人でっていう見解でお願いしたいと思いますね。これ絶対これはダメ、これはいいとは言いませんけど、僕はちょっとこう思うところがありますけど、違うでもいいんですよってことです。あ、いいんですよ。じゃあこのセミナーの目的分からないようになるので、こう受け止めてください、とりあえずは。でその上で明先生に聞いてもらったらいいかなはい、僕はね、付き合うっていうことにおいて聖書にじゃあどこに書いてあるかっていうと、ぽいのは見えるんですよね。これ付き合ってるかなとかぽいやつはけど、この二人は付き合いましたとか書いてない。初めてのデートの時とかね、もう書いてないと思うんだよ。結婚なんだからね、恋人じゃないんですよ。
妻なんですよ。でここでいやけど付き合えなかったら結婚できひんやんって思うんですよ。でそれをちょっと解いていきたいなと思いますけども、基本的に僕は付き合いがあってもなくても別にどっちもとは思ってるんですけど、まあ、結婚のプロセスの中でいやいやそれは違う言い方すると付き合ってるって言うんだって言われたらそれまでですよ。まあその人がどう思ってるかね、まあ、コートシップとかっていうのもあるんですけども、まあ大きくお話ししたいと思いますけども、まあね、僕はね結婚が見えるまで付き合いっていうのは僕はしない方がその人にとってはいいかなと思います。っていうのは誘惑が多すぎるんですよ、あまりにも誘惑。特に例えば特別な女性が出てきた時にね、もうその誘惑のフォーカスが一点集中になるわけですよ。別に例えば性的な関係いやけどそういう人いないっていう悩んでるぐらいの方がいいかな、この人ってなると誘惑が大きくなっていく。だから、まあ、悪魔は第一ペテロ5章、吠えたける獅子のようにあなた方食い尽くすべきものを狙ってますよ、ちょっとのスキルを見せたらいきますよっていうのが悪魔のスタンスだ、もう狙ってる、こいつをどうにかして落とし入れたいっていつもね狙ってると。でまあ例えば10代であるとかだったら僕は特にそれおすすめするけども、中にはまあ最後は決断はその人たちなので、まあ声がね噂で飛んできて、あの二人付き合ってるらしいね、うわどうしようかな、あんないろいろ欲しいだけ、反対はしないんです、反対はしない、反対するとね隠れてもっとするでしょ、いろんなこと失敗した時オープンにできないんですよ。でオープンにしないといけないときは時すでに遅し、だから親と一緒です。とにかく間違った時に実は間違ったんだと言える環境設備だけは心がけた方がいいんじゃないかな。で若い子って、ね、もう情熱がすごいので、とにかく人に対する愛情なんて、もうイエス様に対する愛情を注ぐことの方がいいんですよ。だからねユースに直接言うの、もうイエス様だけまず愛しなさい、これが大事なんだ、10代しかできないことってあると。でそれはイエス様を熱烈に、僕はね極端だってもいいと思うんですよ、愛することに関しては。いやむちゃくちゃ極端っていいじゃないですか、愛することってね、イエス様をね、例えば夫が妻をねものすごく愛し、サプライズを考え、この人しか見えてないっていう時に軽蔑する人いませんよね、うわむちゃくちゃ極端で危ないでって言わないですよね、なんて素敵なってみんな言いますよ。イエス様に対して愛するってことは極端にあってもいいと思う、けどその情熱が人に向くときには罪に陥りやすい、けど神様に向くように導いていくことがいいんじゃないかなと思います。で人にはね経験しなくてもいい経験ってあります、経験しちゃダメだっていう経験ってあるんですよね。例えば付き合いが多くなっていく、あの人ダメ、はいこの人ダメ、この人ダメ、じゃあ次この人ってなった時に人の中に出てくるのって比較なんですよね、あの人の時はこうだった、この人の時はこうだったって、まあ、それってね、まあ、もちろん結婚前提にお付き合いされる人もいるんで別にそれ自体を否定してるんじゃなくて、その人にとってまあ辛い一面もありますよと、比較しなければならないので、だから比較しなくてもいいようにね導かれたらいいんじゃないかなと思います。で反対はしないけど僕は若者にズバリちゃんと言います、これは賛否分かれますけども、まあ、僕個人としては御心の人はいないって話します。あのね御心の人探しすぎな人いるんですよ、しよう私の結婚相手誰でしょうかってね、1年2年3年4年10年20年30年もう御心の人はいません。で理由はある。で、御心の人は例えば一人だと、もうこの人だと、でもクリスチャン独特ですよね、御心の人なので結婚しましたとかね、まあ、これクリスチャンじゃない人が聞いたらおかしいんじゃんとか、あなたの感情どうなのよってね、例えば御心の範疇がいたとしても結婚は選びなんです、唯一ですよ、
子供選べない、親選べない、親戚選べないけど、あなたは選べるのは結婚相手、結婚相手は選べる。でもし僕が今の妻見心かどうかだけで、まあ、もちろんそれも意識するのはいいと思うんです。見心だと思って結婚したけど見心じゃないって言われたら皆さんどうしますか。離婚してはならないとかでいろんな意味でうわなんやこれどうしたらいいんかとなるけど、見心じゃなかったら、僕がねこの彼女見心じゃなかったら彼女も見心じゃないんですよ。っていうことは彼女の見心であったはずの人は絶対違う見心じゃない人と結婚してしまう。じゃあその見心じゃない人も絶対に違う見心じゃない人と結婚するしかないっていうことで、全員見心じゃない人と結婚しなきゃいけない。一人が一人がずれれば、一人がずれればですよ、全員ずれるんですよ。じゃあ最後ストップさせるのは何ですか。結婚しないしかないよ。とりあえずこの世代結婚しない、もうそれしか止めようがない。でカッチさんは選び与えられてるの。時にねやっぱり見心誰ですかって強すぎる人がいるんですよ。もういつも初めに聞きます。で好きなのってまず聞くんです。いやそんなに、じゃあ、まあ、考えんでもいいんじゃない。感情って神様必ず与えてくれる。そうなります。だから僕はねそれを偉いですよ、だから制約するんですよっていうことなんです。神様の前で制約するんですよってことです。だからそのことを覚えていただけたらなと思ってます。それを、まあ、僕は付き合いについてはそれぐらいしか教えません。でただ教会における態度っていうことはできるだけ伝えようと思ってます。まあ、それは男と女の弱さっていうことを伝えます。男性が弱いのは視覚なんですよね。見るで、女性は接触なんですね。だから若い子とかでも女性ってトイレ一緒に行こうってなる子多いじゃないですか。多いんか知らないけどなってもおかしくないでしょ。で女性同士でつないでねトイレに行っても別に男って変だと思わないけど、僕がねそうちゃんと手つないでトイレ行き始めたらねなんか問題あるって なりますよ。だからね違いがある。でだから僕は、まあ、例えばポルノ雑誌とか DVD とかもそういうインターネット系はほとんど男性用ですよね。それ目に弱いからですよ。だから僕は女性にお願いしてるんですよ。服装気をつけてくださいと。で、つまずかせない服装でいてくださいと。ファッションは2番目にしてほしい。で、愛する兄弟姉妹をつまずかせないように、かったいわーって言われるかもしれませんけど、それが愛する兄弟姉妹を愛するってことです。で、一つのことですって言いますね。で、第一コリント7章の一節に今回言います。男が女に触れないのは良いことです。だから俺は必要以上には触れない、いや握手もしませんっていうまでではないんですけども、距離感ってありますよね。だから適切な距離感、僕のこと本当に好いてくれてるあるおばちゃんがいるんですよ。のんくりちゃんのおばちゃん好きすぎてね、会話がねいつも顔この辺まで来るんですよ。でいや離れてくださいっていうのも失礼やし、まあ、コロナ前ですよ。コロナ前にコロナ後会ってないんで、どの距離でやってくれるかどうか分からないけど、適切な距離感である。離れすぎたらもおかしいし、でそれを知ってるっていうことはすごく子供たちに適切な距離感を教えます。であとやっぱり大事なことは、誘惑に合わない環境を自分で作り出しましょう。例えば密室にはならない、もう本当に衝撃かもしれませんけれども、密室にはならない。まあ僕は女性がカウンセリングお願いしますって言ったときは一対一はしないとか、まあ、何か策を持ちながらするしかないかなと思ってます。ですから僕はまあそのどのようにこう態度を持っていくか伝えるかっていうことはまあ大人の責任かな、まあ、真理を伝えるのは親の責任です。ですから祈りながら子供にどうやって教えていただきたいかって考えたらいいかなと思いますね。
まあ、質問行く前に、まあ、最後の一つお話したいと思うんですけども、質疑応答の中でいつも一番多いのは、あ、結局それ聞きたかったんちゃうかなっていうことで、みんなそれ聞きたかったってなるのが、じゃあ結婚までどこまでいいんですかっていう質問多いの。それは興味深いですよね。聖書を見てくださいって言っても答えにはならない。ただはっきりしているのは、間違った性的関係は罪ですっていうことが書いてます。例えば、ね、手伝いでいいんですかと、まあ、いろんなそれぞれ思い浮かぶことってあると思うんですよね。僕がいつも答えるのはたった一つですよ。それは一番手前のハードルを一番高く上げてくださいとは話します。っていうのは、一番初めの扉が開くと最後までの扉は全部開きます。だからこれはいけない、あれはいけないって聖書に書いてある。聖書は基本的に原則的なところが書かれているので、これはしていけない、これはしっていうのはそこまで細かくね、まあ、細かく書いてるところもありますけど、けど原則として一番初めの扉が開かれてしまうと、性的関係までの扉はきれいに開いて、あとは進むだけですよっていうことです。そしてもう一つ伝えるのが、もし親と牧師先生に報告できない付き合いはやめた方がいい。っていうのは自分にブレーキがないからです。いつもアクセルだけを踏めるような状態なので、守ってもらうっていうことはすごく大事なのです。祈ってもらうってことは大事なの、アドバイスもらうってことはすごく大事なのです。これはユースたちにはいつも伝えます。報告できないならやめろ。で、相談相手間違えたらならないんです。アムノンっていう人が聖書の中に出てきます。で、アムノン、まあ、ダビデの息子です。タマールが大好きだった。で、タマールが大好きだったんですけども、アムノンは友達に相談する。友達は良かれと思ってアドバイスを送る。その結果どうなになりましたか？姦淫の罪。まあ、不妊行の罪を犯しますよね。つまり、相談相手間違えた。ダビデに、父ダビデに言えなかったんです。密室だったんです。だから、吠えたける獅子が待ち構え出て、最後食ったってことです。その時に、愛してた以上に憎しみの方が大きかったって感じです。ですから、あのね、付き合いっていうのはものすごく、まあ、プロセスなんですけども、ものすごく注意のいることです。中に親が、応援する人たちもいるんですよね。付き合ってみたらとか。いや、けどそれにはものすごく大きなリスクが伴うということは覚えなければならない。間違える可能性を、まあ、あの、支援するっていうことじゃなくて、じゃあ、聖書的には聖書がどう言っているのかっていうことを立ち返りながら、子供たちとお話していくっていうことはお勧めしたいと思います。僕も娘がね、まだね、10歳なので、今年11歳になるので、やっぱりまだまだ、ね、あの子育ての先輩方に聞いていく必要があるかなと思いつつ、今日も僕も皆さんとお話する中で学ぶことができたらいいなと、思ってます。ですからぜひまたあの一緒に学ぶ機会を持つことができたらいいなと思います。一応区切りとして、ここまでにして質疑応答に、まあ、入りたいと思いますので、よろしくお願いします。どうしたらいいんですかね、感謝します。ないのが一番いいんですよ。一番いいのないのが僕はよくやったって言って帰れました。いや、あったらあったらで祝福。教会によってね、やっぱり言いにくい。まあ、ちょっと海外の雰囲気も僕はあるんでね、そんな、はいはいっていう人もいるかもしれないですけど、ザ・日本の教会でね、こんなの聞いていいのかな、こんな人知らなかったしから考えちゃいやすいんで、もし僕が答えれないときは、そうちゃんにパスしたいとかしたらいいかなと思ってますんで。よろしくお願いします。